ホッケアハゲリスファ330英国空軍博物館のファマイナス 330A-10503 フォックアッチゲリスファ330下側からの撮影ホッケアハゲリスファ330バッハシュテルツェはジャイログライダーやローターカイトとして知られる回転翼だこの一つである第二次世界大戦時ホッケアハゲリスで開発され ドイツの U ボートの艦載偵察機として使用された。潜水艦は背の高い環境やマストを持たず、海上で定位置から見張りを行うため、洋上では数マイル以上の指定は確保できなかった。海上の U ボートは非常に脆弱であり、限られた対比警報時間では駆逐艦から逃げられないことが多かった。これを解決するために、ドイツ海軍省は、 組み立て式の水蒸気 AR231 を含むいくつかの解決策を考案した。最終的に簡単な構造の短座3枚、ブレード回転翼だこのファ330が選択された。ファ330は潜水艦の甲板上で組み立てられた。組み立て作業は2人で行った。本機は150メートルのケーブルを介して U ボートに係留され飛行した。 U ボートが構想すると、ローターに当たる、風の流れがローターを回転させ、観測員検操縦士を乗せた、ファ330を U、U ボートの後方の約120メートル上空へ飛ばした。U ボートの司令塔からの指定が5回里に対し、上空からはより遠く25回里の指定が確保できた。航空機の攻撃を受けた時は問題であった。U ボートの艦長が、 ファ330を会場に放棄せざるを得ないと判断した場合には操縦士と機体は犠牲にされた。軽流が外されるとファ330は会場へゆっくり降下した。使用しない時にはファ330は司令塔後ろの2つの水密区画に収納された。ファ330の収容、分解と収納には約20分を要しその作業は 困難なものであった。他の戦域での連合軍側の制空空域の脅威が増大したことを考慮し、大西洋のはるか南の海域とインド洋で作戦活動を実施する U ボートのみが FA330 を運用した。その優位性にもかかわらず FA330 が敵戦を撃沈するまでに至った唯一の戦果は U-177 が、 ギリシャの蒸気船が ICR やマリオ1943年8月6日に発見、迎撃し、沈めただけであった。連合国軍は1944年5月に言うマイナス852を完全な形で打破した時にファ3 3 0を入手した。イギリス政府はファ3 3 0を船やジープで牽引し、実験を成功させたが、すでに軍事的な焦点は、 ヘリコプターの開発へと急速に移っていった。ファ330を搭載した U ボートには少なくとも U-177、U-181 と U-852 があった。数機のファ330が公開展示されている。フォック、アッチゲリスザファ330アットナザムザバクストルズ。ありがとうございます。